5月29日、東京都議会の本会議が開幕し、小池都知事が冒頭、所信表明を述べました。前日までに、都内52の首長や、都民ファーストの会、公明党などから、出馬要請が相次いだこともあり、小池都知事の出馬表明に、注目が集まっておりました。しかし、約40分に及んだ所信表明、その中で、小池都知事の出馬表明はありませんでした。そんな中、都民ファーストの会、幹事長であり、小池都知事の秘書、という経歴を持つ、小島康平都議会議員が、SNS、X に、怒りをあらわに、次のようにポストしました。小池知事に関する、先走った報道が出たおかげで、私の携帯にも、朝から問い合わせが殺到し、親子水入らずに思いっきり、水を刺されてしまいました。お仕事なのは理解するし、私も党幹事長として対応しますが、20回以上も着信を入れてきた記者もいます。取材も礼儀節度を持っていただけると幸いです。そしてこちらのポストに対しては次のようなコメントがついております。私も20回以上も記者も取材も上記の小島都議の発言より抜粋しましたが、もが多いですね。的確にお気持ちを伝えられた方がいいかと。記者さんは出なかったから20回かけただけで、出れば1回だけだったのでは。確かに20回以上も着信を入れる記者については常識的に度を超えているとは思いますが、小島議員に対しては何とも炎上議員らしい厳しいコメントの数々が見られます。それがあってか翌日、再び小島議員は次のように X にポストしました。クソリプを非表示に入れてブロック、クソリプを非表示に入れてブロック、クソリプを非表示に入れ。このポストに渡辺智樹杉並区議会議員自民党が反応。逃げちゃダメだ、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 お疲れ様です、というコメントが。もらったコメントの中には誹謗中傷の類もあったのかもしれません。しかし押し増しとして真摯に受け止めなければならないコメントもあったはずです。それに反応するのであれば、クソリプという言葉で片付けてしまっては、やはり議員としてお粗末ではないでしょうか。まさに都民を舐めるなと特大ブーメランが返ってきそうです。小島氏のポストは続きます。都民ファーストの会は小池知事に対し都知事選への出馬要請をしました。日本の成長を牽引していく東京は2位じゃダメだし、弱体化させるわけにもいきません。本人の口からは未だ何も語られていませんが、近々決断されることを期待します。ということで、党幹部で知事室へ、私だけカメラ目線です。このようなおしまし、最近はつながりのあると思われるメディアに自身の考えをまとめてもらっているようです。そして今回新たにエンカウントという総合ニュースサイトが小島氏のインタビュー記事を上げておりました。では一部引用して見ていきましょう。出馬の石丸市長に東京を舐めるなで大炎上。都民ファ幹事長、東京の解体弱体化発言への反論。7月の東京都知事選に立候補の意向を示した広島安芸高田市の石丸伸二市長に東京を舐めるなと毒ガスを噴射したのが、都民ファーストの会幹事長で東京都議会議員の小島康平氏だ。小島氏の元には批判が相次ぎ、投稿は大炎上した。一体小島氏の投稿の真意はどこにあったのか。本人を直撃したと小島氏の発言を毒ガスを噴射と表現した上で、その発言の真意を掲載しておりました。石丸さんのおっしゃるように、東京を弱体化させて地方が発展するというのは、そもそもそんなロジックはないと思うんですよ。それをやろうとする人が、しかも都知事になろうと出てくる、東京からお金を奪ってでも地元を潤わせるということを地方の市長さんが言うのはいいんですけど、都知事がそういうことを言い出したら、東京の弱体化というのが本当に実現されてしまったら、この国は滅びるんじゃないかと
私は思っています、と小島氏は説明しています。これは2023年に石丸市長が古舘伊知郎さんとの対談の中で用いた言葉ですが、小島氏は本当にその対談動画を見たのでしょうか。小島氏が捉えているような意味で石丸市長は発言しておりません。アメリカやブラジルのように経済と政治の街を明確にすることでそれぞれをより発展させる、また首都直下地震など災害時に機能が停止しないよう都市部への人口を機能集中を是正するといった意味だと思います。小島氏は言葉だけを捉え上記のように解釈しているのであれば、石丸市長に曲解が過ぎますと言われてしまうのではないでしょうか。記事の続きを見ていきましょう。また小島氏は石丸氏の主張としての手腕にも疑問を投げかける。石丸市長の大きな性質として対立をとにかく煽るということだと思います。これは基本スタンスからちょっと違うんじゃないのって思いますね。二元代表制において市長と議会がまず張るわけじゃないですか。これは車の両輪だと私は思っています、とおやっと思う発言がありましたが、インタビューは続きます。石丸市長の場合はそりゃ怒るわということを煽って怒らせて、その様子をまた世の中に向けて発信する。石丸市長だって副市長人事とかいろんなものをやろうとして全部議会に止められちゃっているんですね。そしてこの先の努力がない、例えば夜に議会の先生方のところに行ってみたりとか、あるいはコミュニケーションを図ったりしてこれなんとかなりませんかみたいなことをやるのも含めて市長の責任なんですよ、と答えています。全部議会に止められちゃっての全部という部分など事実とは異なる点もありますが、それ以上にこれら小島氏の発言には主に2つ違和感を感じる点があります。1つ目は、二元代表制において市長と議会、これは車の両輪だと思っています、という発言。そもそも二元代表制とは市長と議会議員どちらも民意を反映しているが互いに対立することがある。日本では地方自治はこの仕組みで運営されていると記されている。つまりそれぞれ独立した立場、対等な立場として民意が揃えば是となり、民意が異なれば非となる。異なる民意に対しては互いに議論を交わすわけですから、時に対立は起こりうるものとなります。小島氏が言う車の両輪という例え、この真意まではわかりませんが、仲良し小良しでやっていこうぜという意味ならば、議員として二元代表制という基礎の認識が間違っています。そして二つ目は、夜に市議会の先生方のところに行ってみたりとか、これなんとかなりませんかみたいなことをやるのも含めて市長の責任なんですよ、という発言。これは石丸市長が最も否定する根回しが必要ということを言いたいのでしょうか。小島氏は政治家としてこれを武器に幹事長にまで上り詰めたのか、はたまた都民ファーストの会は根回し会派だということなのか、そう捉えられてもおかしくない発言に思います。政治家として人の上に立ち東京を国を引っ張っていくためには本質的な能力と実行力が大切なのではないでしょうか。根回しによって作り上げられたものに本来の力や持続力はあるのでしょうか。上辺だけの政治の結果が今の日本の現状なのではないでしょうか。ぜひ二元代表制において車の両輪が根回しが是だとする確固たる根拠があれば、政治家として公明正大に教えてほしいものです。またヤフーニュースに掲載されているこの記事には現在1300件以上のコメントが寄せられており、小島氏一連の発言への関心の高さが伺えます。一部抜粋して紹介していきます。石丸さんを見ていて良かったことは、議員がどれだけ不勉強だったのかを見せてくれたこと。自分たちが携わっていた計画すらも不勉強だったし、言っていたことは根回しや利益にならない維持や提案ばかりだった。あれならちょっと勉強した大学生でもできるんじゃないかと思った。
東京都の議員たちが喜多方市の議員たちと違うのなら、その正論で東京のやっていることがより正しいことだと証明してほしい都民です。他にも石丸市長の言葉を引用したこんなコメントもありました。石丸氏は、二元代表制とはよく車の両輪に例えられるが、本来はアクセルとブレーキの役割、執行部の行き過ぎた行為、スピードの出し過ぎを議会が調整するブレーキ両輪となると、政策は進むかもしれないが、慣れ合いが生じる可能性があり、本来の二元代表制の意味合いではなく、癒着などの可能性も否定できない。そのため、根回しは一切しない。という趣旨の発言をしていました。個人的に、まさにその通りだと思う。これらコメントでも指摘されているように、二元代表制のあり方を独自解釈してしまっている小島氏。紹介はしませんが、政治家としての素質に疑念を抱く、といったコメントも少なからずあります。ではここで、石丸市長が二元代表制について説明しているシーンがありますので、振り返って見ていきましょう。3番、山本和弘です。新人として、初議会での一般質問に臨みます。言葉が足りず、私の意思がうまく伝わらないこともあろうかと思いますが、よろしくお願いします。また、質問の前に市長にお伝えしておかなくてはならないことがあります。選挙期間中だったと思いますが、私の後援会宛てに一通のハガキが来ました。そこには、市長は悪くない、抵抗勢力になるな、市民の会とありました。市長に多くの支持者がおられることは承知しております。市長の抵抗勢力になる気はありませんので、この場を通じてお伝えしておきます。それではこれより通告に基づきまして質問させていただきますが、市長は世界一住みやすい街づくりを目指しておられます。私は日本一住みやすい街を目指しております。こうしたことから向かうところは一緒のような気がしておりますので、前向きな回答を期待しております。よろしくお願いします。市長石丸真嗣君、まず改めてどうぞよろしくお願いいたします。後ろに傍聴の方もいらっしゃってるので、まずもって誤解を解いておかないといけないんですが、抵抗勢力なるもの存在しません。これですね、私が9月の定例会、確か明日議員の質問に答える中で使った表現なんですが、非常に失敗したなと思ってます。市長、執行部と議会が車の両輪だというふうに例えたんですね。これ失敗したなと思います。なぜかというと、両輪じゃないんです。もうちょっと丁寧に言うと、機能が違うんですね。車で行くならアクセルとブレーキというのが適切な描写になったのかなと思ってます。基本的にこの街を進めていく、発展させていく、このアクセルは市長以下執行部です。ただスピードの出し過ぎは危ないですし、コーナーがあれば当然減速が必要なので、ブレーキがいりますよね。なので本来相対する概念、これが執行部と議会だと捉えています。ですので抵抗といいますか、性質が相入れないのは本来なんですね。なのでそれを抵抗勢力と言ってしまうと大きな誤解を生んでしまうなと思うので、ここで念のため皆さんにご説明する次第なんですが、そもそもすみません、私のその比喩が適切ではなかったと反省した次第です。平成15年9月に指定管理者制度が施行され、公共施設の管理費は10年前と比較してどの程度削減されているか伺います。石丸市長、はい、残念ながら事実は逆です。指定管理料の総額はこの10年で増加しています。10年前は約4億円、そして現在が6億7000万です。10年前から約 1.7 倍、もうちょっとで所得倍増計画ぐらいになってます。なぜこのようなことになったかといえば、ひとえに市長と議会の責任です。それ以外には理由はありません。何回もお伝えしますが、市長がアクセル、議会がブレーキ、アクセルの踏みすぎ、ブレーキを踏まなかった、それによって
暴走が起きた。これが事実です。先日9月8日定例会の初日ですね、山根議員が関西議員に審査意見の中で質問されてました。実質単年度収支が5年連続で赤字なんですけどどう思いますかと。私この質問を聞いた時愕然としまして、皆さんそうでもないですか。この計り知れぬ違和感気づかれましたよね。共有されたと思います。議会が財政を司っているんです。承認しているんです。言うなればスピード違反で捕まったのに、お前さんにスピード出てたでしょ、危ないと思いませんって聞いてるみたいなもんですよ。いやいや、だったらあなたがブレーキを踏みなさいという話ですよ。どこまで無自覚なんだと、無責任なんだと愕然としました。その意味では明日議員が議員になられてからの5年間額としては約9000万ですが、それでも増加をしています。ぜひともこの責任の大きさ、重み、それを感じていただければと思います。本来市長が市民に直接訴えかける方法というのは残念ながらありません。市役所としての情報発信は揶揄があります。ホームページとか、まあ、候補が来た方とかですね。ただそこにこの議会の問題を載せるわけにはいかないですよね。載せたらびっくりしますよね。で、何か方法がないかなと考えたところ、今の時代は幸いにして SNS というものがあります。 Twitter もその一つなんですが、これによって発信をする。で、これは実は完全ではありません。すごく限定的な情報発信ですね。今田中さんがおっしゃった通り、ごくごく一部の人しか受け取れません。この場にいらっしゃる方も見たことないという方多いんじゃないかなと思います。でもこれの使い道というのは直接的な情報発信だけじゃないというか、それじゃないんですね。狙いはここで SNS で話題になるとメディアが取り上げてくれます。今回言うと新聞とテレビですね、見事に報道されました。これによってやっとこの町の市民にものすごい遠回りだったんですが伝えることができたと考えます。遠回りであったことが知らないところでこそこそとしているのではという声もありますが、それに対してはどう考えますか。こそこそというのはどのあたりを捉えてなんですかね。ものすごい正面突破だと思うんですけど、これ以上の公明正大性は求められないんじゃないかなとは思います。 SNS に書くというのが本人に直接言ってないのではという疑問を生んでいるとも捉えられるんですけれど、本人というのはその居眠りであり恫喝問題の当事者ということですか。そうですね、議会当事者にはもちろん言ってます。これもまたツイッターに公開結局したんですが、本人とのやり取りを試みてます。でも結果先方がそれを途中で拒絶されたんですね。でもそこでは拉致が開かなくなってしまったというのがそれぞれの私との顛末です。で、議会に対してというのはこれ皆さんの方がご存知かもしれませんが、よほど議会に対して私は問いかけをしてきました。それが審議会になってから12月1月の全員協議会、1月の全員協議会は私も途中で退席しましたが、そしてその後ですね、一般質問、これ2月の下旬から始まったんですが、これまで使ってもう非常手段ですよね、使って訴えたのがこの問題です。なので逆にこれよりも公にやる方法は残念ながら私の職には機能がありません。これもうちょっとです、話して、はい、二元代表制という言葉があります。これはなんとなく聞かれたことはありますかね。今の市の政治の仕組みってのはそうなんですね。市長を選ぶ、一方で議会を選ぶ、議員を選ぶ、これが二つあるのが二元代表制なんですね。で、大事なのは市長がさっきの財政を動かします。これ車で言うとアクセルなんですね。でもこの一人に任せっぱなしじゃ心配だよねと置いてあるのが議会です。これブレーキです。時々車の両輪と例えられるので、私はあれ例えが良くないなといつも思って言ってるんですが、両輪じゃないです。アクセルとブレーキですね。で、ブレーキのポイントは必要な時にちゃんと効く、でいらん時には効かない、当たり前ですよね。ひっついてたらダメです。そんな車危なくて乗れないですよね。
なので、ちゃんとブレーキが踏まれるかどうかをチェックしないといけないんですが、それは私の方にはありません。私が監視される側なので、市長から逆に議会をチェックする。あなた方しっかりやってますか？どうなんですか？というのは限界があります。実際、全員協議会の場で私は意見聴取、話を聞かせてください、私の意見も聞いてくださいと2回、12月と1月申し入れたんですが、議会も受けないと拒絶をされました。でもこれできちゃうんですね。なぜかというと、本来市長が聞くようにはなってないからです。じゃあどうしたらいいということなんですが、これは二元代表制なので、議員の方々を選んだ市民の皆さんが直接議会、議員の人をずっと点検チェックしないといけない。これがそもそもの成り立ちです。議会がしっかりしているか、議員さんがしっかり自分たちの声を届けてくれているかというのは、市長ではなくて市民の方から聞くべきだということですか？本来そういう立て付けになってます。これ前使った表現ですけど、半沢直樹ってテレビやってましたね、銀行員です。あれ、半沢という銀行がね、金融庁のチェックに対して頑張るわけですけど、あの関係なんですよ、私と議会というのは。監督される方、する方、一方的ですよね。さすがの半沢直樹も金融庁にお前らもっとチェックしろって言わないですよね。これ本来ない機能なんですよ。なので金融庁っていうのは、その元官僚であったり政府ですね、これが目を見張らないといけないというのが本来の立ち位置です。いかがだったでしょうか。石丸市長は正しい二元代表制のあり方を追求し、これまでも是々非々で議員と議論をしてきました。その結果が今の安芸高田市の政治の見える化につながったと言えるのではないでしょうか。これはすなわち、すべて市民が見えるところで政治が行われ、裏でこそこそしたやりとりがないこと、市民の見えないところで物事が決定することがないことを意味します。皆さんはどちらの政治が正しいと思いますか？ぜひコメント欄で意見をお聞かせください。石丸市長の安芸高田市長としての最終日は6月9日となります。安芸高田市の市長選は7月7日、くしくも東京都知事選挙と同じ日です。安芸高田市の市民の考え、東京都民の考えが一度に試される特別な日となるでしょう。この日、日本が変われるかもしれない、そんな日になることを願っています。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。